上部ドイツ語の地域上部ドイツ語とは、ドイツ語のうち、高知ドイツ語に属し、同系統の中部ドイツ語と共に、第二次支援推移を経たドイツ南部の言語群を指す。南ドイツ語、または南部ドイツ語とも呼ばれる。上部ドイツ語は大きく分けると、ドイツ中南部のネッカー川とマイン川流域の、フランケン地方を中心とした上部フランケン語。 ドイツ南東部とオーストリアの大部分であるドナウ川と、その支流であるイーザル川を中心としたバイエルン語、ドイツ南西部のバーデン地方、スイス、フランス最東端のアルザス地方のライン川上流流域及び、ドイツ南中部のシュバーベン地方、リヒテンシュタイン、オーストリア西部などのイン川とレヒガー流域を中心としたアレマン語の言語に分かれている。中部ドイツ語と比較すると、 死因水位の破裂音の無声化の傾向が強く、南部ドイツ語特有の発音が滑らかなのが特徴である。上部ドイツ語の地域はイタリア北部に近く、イタリア語の影響が若干ある。例えば中部ドイツ語のチェがキエとなり、ティがチとなり、i ーがイックと発音されるなど、中部ドイツ語との相違点が多い。ありがとうございます。